こんにちは一瀬ですちょっとね英語配信にかまけておりましてやや出遅れてしまいましたが今日はアメリカのバイデン大統領のベトナム訪問につきましてお話していきたいと思います。えなんですけど一つちょっとお知らせがございまして明日からね数日間ちょっと海外にね高飛びしようと思っておりまして来週の頭ぐらいまで動画の更新ができないかもしれませんがご心配なくということを事前にお伝えさせていただきたいと思います。 まあ、とはいえね、えー、前回まで英語で散々 <laughs> 言いたい放題したのでいよいよ私のチャンネルもね危ういかもしれませんがもし潜伏先から戻ってきましてチャンネルの方がまだ生きておりましたらまた来週以降ね配信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 さて今回のバイデン大統領のベトナム訪問ですけれども私はね過去動画で今回の訪問で両国が戦略的パートナーシップを締結するのでこれはね 両国にとって大きなイベントになるでしょうといったようなことをお話しさせていただきましたが実際にはですね包括的戦略的パートナーシップが締結されたようでございましてこれはね今までのパートナーシップ関係よりも一気に、ね、こう2ランク上がりまして両国の関係が最上級の関係になったことを表しております。 CNN ニュースによりますとこのね一気に2ランクアップの構想は今年の6月頃から両国の外交筋で水面下で協議されてきまして8月中旬に本格的に合意に至ったということなんですね。 でベトナムにとっての包括的戦略的パートナーシップ相手国は中国、ロシアそしてインド、韓国ということでしてベトナムにとっての、まあ、日本はね今やちょっとワンランクしたみたいなねやや遠い存在になってしまいまして外交面ではアメリカに先を越されたというかね、まあ、出遅れたといった感がございます。 そしてもちろんでございますがバイデン大統領のベトナム訪問は国賓としての扱いでありましてベトナム共産党職長のグエ・フー・チョン氏が歓迎式典に出席なさったのはもちろんのことナンバー2のボー・バン・トーン国家主席そしてファム・ミン・チン首相などねもう国の主要メンバー勢ぞろいといった感じで皆さんね、ねこのバイデンさんのベトナム訪問に一丁噛みして、まあ、絡んでおきたいというねこういった様子が会話見えました。 日本からはまもなく公式様々がベトナムに行かれるのに誰も一応紙してこないのは一体どうしたことでございましょうもちろんね両国メディアの注目度も高かったようでございまして、まあ、これはね20日の日本とねベトナムの外交関係樹立50周年やらないやらはもうすっかりね霞んでしまいましたね。 まあ、例えるならですけれども、まあ、盛大な、ねえー、花火大会が終わった後に、ねまあなんに1万4万四千発ぐらいこうパパパパパパッみたいな感じでお派手に、ね、打ち上げた後になんに来週あと10発打ち上げる予定があるみたいですけどどうしましょうみたいな、ね、あそんなのあったねみたいなねイミアフサイのははきっととそんなな扱いではないかと思いでか思ますこのアメリカのバイデン大統領のベトナム訪問に関しましてロイターの記事からご紹介します。 ベトナムは10日アメリカとの外交関係を最上位に引き上げたと明らかにした。最高指導者のグエンフーチョン共産党書記長がハノイを訪問したバイデンアメリカ大統領との会談で述べた。アメリカとの関係は中国やロシアと並ぶ包括的戦略的パートナーシップに格上げされる。 アメリカは世界の供給網を中国関係のリスクから守るための戦略でベトナムを重要な国と位置づけており外交関係格上げを求めてきた両国は半導体や重要鉱物をめぐる協力強化でも合意したバイデン氏は会談後の会見でベトナムとの連携についてアメリカが太平洋の国家であり続けることをインド太平洋のパートナーに示す取り組みの一環だと述べた。 ベトナムはアメリカとの貿易投資関係が拡大する一方中国とは南シナ海の領有権問題をめぐる対立が強まっているロシアとの長年の関係もウクライナ侵攻をめぐり試練に直面するファイナーアメリカ大統領副補佐官は外交関係格上げには安全保障の側面も含まれると記者団に述べた 現時点で発表できる武器取引はないとしながらも、ベトナムがロシアの軍事物資への依存を削減する上で、アメリカやパートナーが支援できると強調した。えー、記事は以上となります、えー。このような形で実際にねベトナムの兵器はロシアから購入していることが多いようなんですけれども、えー、今回のねパートナーシップでアメリカからこの兵器をね購入するというような話も進んでいるようでございます。 そしてですねやはりこう世界の外交はもはやねビジネス抜きには語れないと思っているんですけれどもベトナムの現地メディアのニュースによりますと今回の包括的戦略的パートナーシップ締結を反映してバイデン大統領のベトナム訪問直後の9月12日にですねアメリカのウォルマートの代表者とベトナム政府の副首相が会談したそうでございます。 ウォルマート側は上級副社長が来てたみたいで、まあ、多分ですけれどもアメリカからの訪問団と一緒にですね、えー、ベトナム入りしてらっしゃったんじゃないかと思います。 でウォルマートといえばアメリカのみならず、まあ、世界最大の小売業ですよね、まあ、ここがベトナムと組んでベトナム政府側からはベトナムで作った繊維製品であるとか日用品そして食料品などの輸出をサポートして、まあ、あのウォルマートにですね商品供給をするということですね。 そしてウォルマート側から各種ノウハウやシステムですね原産地のトレーサビリティであるとか職場環境を整えるとかあと生産工程のデジタル化とかですねそういった支援を行うそうでございます これですねもう本当にウォルマート自体が小さなねこう国家ぐらいの経済力を持っているので今までねウォルマートが中国産を使っていたところをベトナム産に切り替えてもらえるだけでもベトナム政府にとってはね本当にこうビッグビジネスになりまして国のね経済発展につながると思うんですよね。 でこういう発想が日本政府に全く欠落していますよねということで日本はなんかこうビジネスはビジネス政府は政府でなんかちょっとすごいこう線引きされてるような感じでなんか政府とこう日本を、ね、代表する企業が こういう外交に当たればねもっと素晴らしい成果が出るんじゃないかと思うんですがもう ODA、ね、もう海外のばらまきとかじゃなくて日本ももっとねこんな感じで誰も損しないようなねもっと別のお土産話を持っていけばいいのにと思うわけでございます。 そしてね、ねこのウォルマートの事例にあるように先ほどのね花火の例えを使いますと今回ね1う4000発の花火を華々しくね大量に打ち上げたわけです。 もちろんねあの後始末というのがございましてやはりね包括的、えー、戦略的パートナーシップというねこの一気にこう2ランクアップの関係になったことでこう両国の事務方が細かい部分を詰めないといけなかったりですとかそれこそですね、えー、ロシアからじゃなくてアメリカから兵器を購入する話とかそのウォルマートさんがねやってきましたとか,なんかアメリカ側との対応もたくさん残ってるんですよね。 であの中国側への対応というのももちろんあって今回のアメリカとの包括的戦略的パートナーシップ締結はやっぱり中国側からしたら非常に脅威であってね、まあ、面白くないでしょうから今度はベトナムとしては中国側もなだめないといけないまあ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 みたいなね別に心変わりしたわけじゃないんですよみたいな感じでなだめないといけないし今のベトナムの立場としては中国ともうまくやっていかないといけないわけで。 で実際にこのパートナーシップ締結を受けて中国の政府高官がベトナム入りしたという話もありましてベトナムはこっち側も対応しないといけないということなんですよね。なのでこのパートナーシップ締結後も何かと忙しいということなんですよ。 でですのでこのこ9月10日にバイデン大統領がいらしてパートナーシップ締結して、まあ、終わった終わったじゃないんですよね、その後の方がむしろ大変というかですね、えー、多分9月20日頃だってきっとそういう状況だと思うんですよ、アメリカの対応しなきゃいけない中国の対応しなきゃいけない今度、日本から誰かやってくるらしいみたいなね、まあ、そんな中、ですね、えー、時代錯誤の ODA を引き下げてエ、えー、ミア夫がベトナムに来るって言われてもそりゃナンバースリーで、ね、勘弁してくださいよって。 ね、なりますしというかもうあなたたちじゃなくて天皇皇后両陛下を招待したんですけどねっていうね、まあ、そういった嫌味の一つも言いたくなるのが人情ではないでしょうか、まあ、本当にね公式会見で招待してないのにな、まあ、何で来たのぐらいのねことを言ってやってほしいと思います。 ということでアメリカのバイデン大統領のベトナム訪問は国を挙げての大歓迎でございましたというお話でございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。